Welcome back. Next installment of the Cabaret Club. Team, if we left off, let's just get started with the side stories. こっちの生活はどうだ？順調にいってるか？ええ。でも、実は最近、いろいろ考えてしまうせいか、なかなか夜寝つけないんですよね。なんだ、もしかしてホームシックか？どうなんでしょう。ただ、引っ越しをしてきたばかりで、物も少ない部屋にいると、少し不安になるんです。まあ、前のお店にいた頃は毎日が忙しくて心細いと思う暇がなかっただけかもしれませんけど、まあ住む場所も働く店も変わったんだ。不安になるのも無理はないさ。はい、桐生さんはどうです？ホームシックになったりしますか？俺はあまり土地や環境にこだわりはねえな。どこにいるかというよりも何をするべきなのかが大事だと思っている。そして今はやるべきことが蒼天堀にある。ただそれだけだ。だから特に不安は感じてねえよ。なるほど。桐生さんは置かれた環境ではなくて使命の方に重きを置いていらっしゃるんですね。まあそういうことだ。そこまで難しく考えちゃいねえが、私はフォーシャインのキャストとして蒼天堀で精一杯頑張るのが使命。なんだかそう考えてきたら不安よりも頑張ろうって気持ちが強くなってきました。そうか。いい働きを期待してるぜ、翔子。了解です。もう引っ越しは全部終わったのか？ええ、ちょうど終わったばかりです。荷物が少なかったので割とすぐでしたね。必要なものがあってもこっちで買えばいいかなって思っていたので。なるほどな。そうだ、何か買っておいたらいいものとかってありますかね？自転車だ。この辺りは東京と違って平坦な道が多いから乗りやすいと聞くぜ。安売りしている店も多いからカゴ付きだともっといいかもしれないな。なるほど、それは確かにいいですね。明日自転車屋さんに行ってみようかな。ああ、それに万が一変な奴に絡まれたとしても自転車ぶん回せば返り討ちにできるしな。え？あ、私はおとなしくペダルをこいで逃げようかな。翔子は休みの日とか何をしているんだ？東京にいた頃はよく散歩をしてましたね。特に目的を決めずに街を歩いて目に留まった美術館や個展にふらっと立ち寄ったりしてます。ほう、なかなか洒落た過ごし方じゃねえか。ただこの辺はそういう場所が少なくて代わりに本屋に立ち寄ることが多いですね。本屋？読書が趣味なのか？そうですね、読むのも書くのも好きなんです。なるほどな。翔子が好きそうな本といえば、案外漫画とか好きなんじゃねえか？え？違ったか？いいえ、大正解です。桐生さん、よくわかりましたね。まあな、
少し意外な感じではあるが、美術館や古典と言っていたから絵が好きなのかと思ったんだ。おお、鋭いですね。私が漫画好きなことを当てたのは桐生さんが初めてです。家にも結構たくさん漫画があったんですよ。でも引っ越す時に全部実家に送っちゃいました。そしたら床が抜けるって母に怒られまして。ずいぶんたくさん持っていたんだな。ふらふらと本屋さんに入るたびに何か買ってましたからね。だから今は家に漫画がなくてちょっとつまらないんです。また買い直そうかな。キリエさんはどんな漫画がお好きですか？そうだな、強いて言うならギャグ漫画が好きだ。細かいことは考えずに読めるのがいいな。わかります、わかります。忙しい時ほど癒されるんですよね。私もギャグ漫画好きなんですよ。頭を空にして心の底から笑えるから大好きです。なんだか今日は俺の知らない証拠をどんどん発掘している気がするぜ。そうですか？もしかして漫画を描いたりもしているのか？実はそうなんです。まあ下手の横好きレベルなんですけどね。よくわかりましたね。漫画が好きだということが表情から伝わってきたから、もしやと思ったんだ。パーフェクトクイーンだった頃の仮面みたいな笑顔の何倍も今の証拠はいい顔してるぜ。桐生さん、うちの店ではずっとそういう表情でいてほしい。ギャグ漫画を見てる時のような笑顔でな。はい、ありがとうございます。私頑張りますね。One down, two to go. Come on, Kana. あの、桐生さん、早速相談してもいいですか？ああ、もちろんだ。どうかしたのか？実は、前のお店の同僚が近くの店で働いてるみたいなんです。前の店の？カナのことを嫌ってた連中の一人か？はい、あの後、他のお店から声をかけられてこっちに来たみたいなんですけど、あまりうまくいってないみたいで、そこの店長さんにいつも脅されてるそうなんです。おお、そうなのか。だがもうカナとは関係ないんだろう？そうなんですけど、気になっちゃって。見て見ぬふりをするのも嫌じゃないですか？何かしたいなとは思うんですけど、私どうすればいいと思います？そいつに聞いてみるのが一番じゃねえのか？え？
こうやって俺と話しててもそいつのことなんてわからねえんだ。勇気を出して直接話して助けてほしいって言うなら助けてやる。それが一番じゃねえか。そうですね、私勇気を出して話しかけてみます。まだ嫌われてるかもしれないけど、その時はその時でほっとけばいいんですもんね。ああ、その通りだ。悩んでいるより行動する方が必ずしいぜ。はい、キリュウさんに相談してよかった。ありがとうございます。しかし自分を嫌ってた奴のことを心配するなんて、カナはお人よしだな。そんなことありません。もう同じ過ちは繰り返したくないと思ったんです。同じ過ち？前のお店で私は最年少で、周りは全員先輩だったので遠慮しちゃって、ちゃんと向き合わなかったんです。もっとこうした方がいいとか、もっとちゃんとやりましょうとか思ってることはいっぱいあったけど、喧嘩したくないし何も言わずに我慢してました。そうなのか。でもその積み重ねでお互いすれ違いになって、結果的に前のお店はまとまりませんでした。昔はそれはあの人たちのせいだと思ってた。でも今は自分の責任でもあったなって思うんです。ちゃんと勇気を出して向き合っていれば、前のお店でも今みたいに楽しくできたかもしれないって。かな。立派に成長したな、かな。少しは大人になれたのかな。でも成長できたとしたら桐生さんたちのおかげです。ユキさんも小雪ちゃんも桐生さんも一人の人間として私を見て向き合ってくれた。だからこそ気づけたんです。時に喧嘩しても傷ついても向き合わないとダメなんだって。ふん、そうだな。今のお前なら前の店でもうまくやれそうな気がするぜ。ありがとうございます。あ、でもフォーシャインは辞めませんからね。ああ、辞めさせないさ。それにしても今日はカナの成長を感じる日だったぜ。そうですか？自分ではよくわからないですけど、そう言ってもらえるなら嬉しいです。このまま成長し続けて、将来的にカナはどんな感じになるんだろうな。どうですかね。自分としては10年後ぐらいにはキャバ嬢以外の仕事についていそうな気がしてます。おお、なぜそう思うんだ。私背も小さいし、もっと綺麗な子はたくさんいますから、超一流にはなれないと思ってるんです。だからどこかで見切りをつけて、もっと自分に合う仕事を探すのもいいかなって。もちろん今は楽しいですし、キャバ嬢でいる以上は全力で頑張りますけどね。カナが超一流になれないことはないと思うが、まあカナはまだ若いんだ。可能性はいくらでもあるさ。じゃあ逆に桐生さんから見て、私は10年後どうなってると思いますか？俺はやっぱりキャバ嬢をやってると思うぜ。超一流のキャバ嬢に慣れているんじゃないか。え、本当ですか？私なんかで慣れますかね。ああ、慣れると思うぜ。誰よりも真面目に努力できるカナならな。カナは真面目に努力することが当たり前だと思っているが、それは誰にでもできることじゃない。セクシーさや可愛さなんかよりもすげえ才能だと俺は思うぜ。キリュウさん、ありがとうございます。すごい胸に刺さりました。努力できるのも才能。そうですね。もっと自分に自信を持てそうな気がします。それはよかった。
お前は立派だ。胸張って頑張れよ。はい。はあ、キリュウさんにいろいろ話してすごく気持ちがすっきりしました。そうか、それはよかった。俺もカナと話せて楽しかったぜ。はあ、いっぱい話してたらお腹が空いてきちゃった。結構長く話しましたね。そうだな。不思議だな、キリュウさんと話してると時間が経つの忘れちゃう。この前恋愛は当分いいとか言っちゃったけど、キリュウさんみたいな彼氏なら欲しいかな。俺も気持ちは同じだぜ。え、それってどういう？俺も時々思うんだ。俺みたいな彼氏なら欲しいかもってな。そっちかい。もうどんだけナルシストなんですか、キリュウさんは。冗談だ。カナは本気で受け取ってくれるから冗談の言いがいがあるな。本当に勘弁してくださいよ、せっかく勇気出したのに。すまんすまん。しょうがないな。やっぱりキリュウさんと話してると面白い。One more to go. ねえねえ、キリュウさんってユキさんのこと好きなの？え？何を言ってるんだ。そんなわけないだろう。へえ、そうなんだ。仲いいからもしかしてって思ってさ。でもよかった。なら私にもワンチャンあるってことだよね。ワンチャン？それはどういう？私、キリュウさんのこと好きだからさ、狙ってんだよね。な、俺に惚れるとやけどするぜ。ノリノリじゃん、キリュウさん。マジで惚れそう。なんだよ、冗談だったのか。好きだし狙ってるのはマジだけどね。ただ真剣交際とかになるともうちょい先かな。まあその気になったら告白かなんかするから、そこんとこよろしく。楽しみにしていよ。でもさ、正直今すぐに恋人が欲しいってわけでもないんだよね。そうなのか。うん、私こう見えて不器用だから、恋愛も仕事も両立させるのってマジ無理だと思う。今は仕事の方が楽しいし大事だと思ってるから。
恋愛はしばらくお預けでもいいんじゃねって思う。愛花の好きなようにするのが一番さ。どちらを選んでも俺は応援するぜ。桐生さん、サンキュー。やっぱ大人の男だね、桐生さんは。そんな風に言われたら恋愛と仕事余計に迷っちゃうじゃん。それはすまないな。逆に苦手なタイプとかはあるのか。苦手なタイプ？自分の価値観を押し付けてくる人は嫌かな。どういうことだ？例えば女なんだから控えめでいろとか、女なら家事しろとか、そういうことを言ってくるような人とは恋愛どころか友達にもなれないよね。愛花は愛花だからな。女だからどうとか型にはめるのは良くないな。うん、そうだよね。控えめな男がいても控えめじゃない女がいてもよくない？自分の理想にはめ込む人じゃなくて、そのままの私を受け入れてくれる人がいいな。大丈夫だ。そういう人間はこの世界にもたくさんいるさ。そうだね。桐生さんもその一人っしょ？ああ、そうなりたいと思ってるぜ。よかった。ねえ桐生さん、ギャルって好き？え？いきなり何を言い出すんだ。いや、私っていわゆる黒ギャルじゃん。好きな人と嫌いな人でかなり分かれんだよね。桐生さんはどっちなのかなって思ってさ。そうだな。俺は黒ギャル大好きだぜ。マジで？お世辞でも超嬉しいんだけど。お世辞じゃないさ。まあたとえ黒くなかったとしても愛花は魅力的だと思うぜ。桐生さん、パーフェクトアンサーじゃん。さすがキャバクラの店長、やるだけあるね。俺は本心を言ったまでさ。Oh, she's max level 2. Whoops. Alright, that's all three of them. Let's go. Championship rounds. Probably one of the harder ones, actually, to be honest.Jesus. That's kind of creepy, no?
All right, here we go. Buono. キャバクラバトルスタートです。さあ、ついにやってまいりました。リーグチャンピオンシップ。果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか。負けるつもりはないからね。負けらんねえな。キャバクラグランプリナンバーワンを選ぼうの。さあ、果たして新チャンピオンは誕生するのか。What? Oh, they're so far ahead, hey?Guest glass. Foreshine 店長、さりげなくフォローします。失礼します。ごゆっくりどうぞ。So many tycoons. No. You are no idol power, Sakurets! Foreshine, ここが踏ん張りどころだ。タナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいいね。Foreshine、売上が100万円突破だ。よろしくお願いします。いいね。いらっしゃいますね、お客さん、お会計ですね。延長で頼む。ご延長、ありがとうございます。1分経過、ここからどう動いてくるのか。ん、助けを求めてるように見えますが、店長も女の子をしっかり支えてくれています。お待ちしておりました。めっちゃ大好き。Gonna make a waster thing. Guest glass. Oh, she just gets it back up anyway. Tell. Foreshine 店長、さりげなくフォローします。お願いします。お会計ですね。My God, taking a lot of energy out of them. Very matey.
会計ですね。当社員の売り上げは絶好調だ。どこまで伸ばすことができるでしょうか。当社員ここで2分が経過。はい、しょうがない。お会計ですね。ご延長ありがとうございます。当社員フィーバータイムだ。かわいいじゃないか。当社員売り上げが大台に乗った。スタッフの頑張りが伝わってきます。God, she's getting drained. お願いします。残り時間はあとわずか。お会計ですね。また来てくださいね。お願いします。お願いします。助けを求めてるように見えますが。Ashtray. 女の子をしっかり支えてくれています。助けを求めているように見えますが、店長も女の子をしっかり支えてくれています。当社員フィーバータイムだ。盛り上がりましょう。人間じゃないと。いらっしゃいますよ。おー、one of our break 10 mil。 盛り上がってきちゃったよ。お会計ですね。お願いします。助けを求めてるように見えますが、店長も女の子をしっかり支えてくれています。ありがとうございます。お会計ですね。Oh, just. Hate these ones.
なんだって？Plot twist. Ooh, spicy. Joined. Ooh, more drinks.
Interesting. And it's also you are as well. This is an additional dialogue. Sunshine. Hey. I knew it. Kiru-chan. Nani? Here we go, here comes all the moral support. Ugh.
Hmm. Oh, there's also one here now. Let's have a look quickly. It'll be a long grind, but it should be alright. Oh. Have her and her to grind up to and finish up her. Okay, cool. Alright. We'll leave it at that. I hope you guys enjoyed this and I'll grind some more. See you guys next time.